お疲れ様です。お疲れ様です。急遽カメラ回して何だってなんて言ったお前さっき。いや、ちょっと実は、社長の口が臭いな。ちょくちょく言ったんだわ。はい、もう一回言って、声がちっちゃい。何、社長の口が臭いなっていう。1から10でいったら8ぐらいです。まあまあやばいけど、ね、なんてどんな匂い、ドブのような。なそんなことないでしょ。いや、最近マスクしてたんでよかったんですけど、マスクしといてよ。マスクしてない時とかだと、で、まあ口が臭いと、なんか動画ねえかみたいな、なんかね面白いことないって言って、俺をなんか貶めるやつなんかないからさ、口が臭いと、まあ、ドッキリにはなんないけど、はい、まあ、今ちょうど境で打ち合わせで、まあ、1時間は取れんけど40分ぐらい取れるもんで、はい、まあ、一緒にね、まあ、愛知県で一番の雑貨屋って言ったら名古屋で、まあ、ロフトってあるんですよ境にね、はいはい、まあ、そこにじゃあ2人で買い物デート、口が臭い社長と買い物デート行ってみましょうかということで、はい、急遽ちょっと決まったんで、やっぱ公衆って気になる人多いと思うんだよね。そうですそうですねってお前全然気にしないんだよね俺だけど8レベル8レベル8。お前まあまあやばいそれ封鎖レベルだねお前コロナよりやばいやつやんけ。そうコロナよりやばいだろ完全に。お前コロナなんか別に風邪みたいなもんだけど、口が臭いだけは本当に辛いな。たまにおるだろう口くせえやつ本当にな、はい、俺かそれ。そうですねお前ムカつくな本当、全国放送する問題じゃねえだろうよ俺。はい、うん、なので口が臭いのもいいんだけど、はい、俺あの今日お前ハンドクリーム塗ったやん、 ああいうのも欲しいなと思って、ちょっと美容系。あ、俺これ脱毛もしたんだよ。あ、ヒゲですか。こっちは脱毛して上はボッサー開いたんだろ。脱毛せずにこれ持ってきゃよかったなと思って、育毛したらよかったなと思って。最近カメラやしぎだな緑とか言ってよくコメント欄あるけど、お前俺を貶めてるだけやねんか、さすがに。お前殺すぞお前。であのお口が超臭いから、俺お口が臭いわ、もうちょっとへこんな。ちゃんと歯磨いてる。自分では分かんないんですか。分かんないんですけど、分かっとったらお前手術しろわ。飲んどる次の日だろ大体。特にそうです、ね、まあ行って週3週4飲むし、まあ、胃が荒れるんだよなやっぱ俺、もともと強ないから。いいのはいいだろう。はい。また俺近づくしな人にな。そうですね。そうですね。話してる距離が近い。だいぶ近いです。でしょ。なんとかエリアって言うじゃん。パーソナルエリアにすぐ入ってくるだろ俺。すぐ。気づいたらもうそこに。お前完全にコロナすぐ移すやつや俺。そうです。でしょ。こいつ大丈夫かみたいな。パーソナルエリアに入ってくるんだよみたいな。はい。前へこむぞ俺打ち合わせ前に。撮影事故終わりまして、はい、あんまりにもお口が臭い臭いというか怒っちゃったわ。めちゃくちゃ言っとんなお前企画とはいえお前社長に向かって、お前しかも俺そんじょそこの社長じゃねえぞお前。はい、めちゃくちゃな社長だぞお前。すごい能力が高いというか、すごい気違いっていうレベルでは、気違いレベルで俺まあまあ全国でもランキング入るんちゃう。ちょっと頭おかしいだろ俺。そうですね。お前本当にいかんな。お前のこと嫌いになってもいいか。はい。って言って迷わずかそこ。いや迷わかったね。まあなかなかみんな講習とかも気にならないっていうのもあるんですけど、まあ、職人とかやってると結構、まあ、汗かくし、で大衆とかああいうのもちょっといいかな俺は。あ、見てみたいかな。はい、はい、じゃあ皆さんとりあえずね、お口が臭い腰対策まず1個目。クロレッツ198円。嘘ですよ、知らん、値段は知らん。俺もらったの、そういうことか。そうですか。あ、マスクしてた。あ、もらったってそういうことか。しかもこれ6個も送りつけてきたんだな。あ、そうなんだ。ゴルフのパン使って、はい、竹切ってもらったんだわ。はい、でまあ知っとるとこだけで行ってな。いや、ズボン1本だけ買っていくわ、ズボン買ったの、クロレッツが6個も入ってたんだよ。そういうこと、多分そういうこと。こいつめちゃくちゃ強いなと思ったから。そういうこと。
聞く。やばくね、本当これネタでやってるんだけど一応実はこれチンポコ、チンポコ取れるやつだぞお前チンポコちゃん取れちゃうやつだぞお前めっちゃあるやん匂いのやつだよ匂いを防ぐと体の匂いですね職人とかこういうのいいだろうな液用石鹸とかリュウジとショウがなんかこの石鹸めちゃくちゃいいって肌がめちゃくちゃ綺麗なアトピーとかもめっちゃ治ったとか言ってるあれだなったなんとかってなんか芸能人のなんかやってるやつとかって言ったらリュウジのこれはあれです何パックで使ってます私買っていこうか全身用じゃんもう俺間に合わんだろこれゴワゴワがさお前なんか肌のクリームとか塗っとったじゃんはいあらもう俺これ治るバカだよなんでお前ちょっとだんだん離れてくるんだってちょっと離れて買ってみようかじゃんこれメンズケアこれやるかこれ見てあ脱毛いいじゃん脱毛な脱毛やるかどこ脱毛するんですかん一つしかねえだろお前頭あ頭はお前これ本物じゃないので脱毛できねえよ剥がれちゃうんだよで脱毛ってお前だってあそこじゃんえまあすねとかもあるなもうだってひげがやってるもんで、はい、まあいっか安いやついいな竹内こっち、まあ、男の化粧品があるんだ今あんの最近でも男性結構化粧する人そうでしょ多いって聞きますけどそうはいこれやってみようか手伝ってくれるやり方教えてくれる私はできないですお前もリリちゃんそうだなリリちゃんねリリちゃんはそうだなはいあマジこれはでも職人やってるやつがちょっとやれんよなやれないですね汗かくもん夏なんかくちゃくちゃになっちゃうよな汚くなるだけですね。そうだよな。顔が汚い。めちゃくちゃ言ってんだお前。なんか一個ぐらい買ってるわ。試しにちょっと。洗顔かボディーソープか。ボディーソープもやる。シャリがいいですね。香りのするやつ。乳首クリームか。香りの。乳首が白くなるやつあるだろ。知りません。乳首が黒い。なんかあれいいじゃん。ボディークリームの匂いするやつ。ボディークリームの匂いがする匂いがするあるじゃん香水って後でつけるじゃんでも服とか着るもんねボディークリームよりは香水の方がいいよな服の上からやるもんね告白フレグランスですよ死ぬ気にやっちゃったこれマジいいね甘すぎずねいや俺こういうの好きいくらい自然じゃんなんかああいうのって香水って感じじゃんこれってなんか香水じゃないじゃんあれなんか服の匂いかみたいな何の匂いこれみたいなぐらいのこういうのっていいよなん何の匂いえなんかいい匂いしんみたいな匂いじゃんああいうのってなんかさザ香水みたいな匂いじゃんちょっときついみたいなそうまあじゃあこれ1個買ったらお前よしじゃあ本丸行こうかはいえ口のケア何が、うん、なんで治るの俺のどぶくさいのがなんで治るのなんだろうこれじゃないですかんじゃあ歯ぐらい磨いてますよ歯ブラシなんかも飲んでもいいわこれやってあ、洗浄口内洗浄これすんのケラカシムするこれ何回クチュクチュするの低刺激っていうどれがいい歯磨きじゃもう追いつかんってことだろうでもこれの毒臭い匂いはやっぱ洗浄しないといけないじゃないですかあ洗浄か、はい、やっぱ洗浄力か外気塗装と同じだな、はい、そうですねやっぱ洗浄が一番大事洗浄が一番大事って言うてなノンアルコールタイプとこれとこれ同じメーカーじゃないのお口で約20秒経って吐き出すとあこれ同じじゃない汚れが見てわかるこれ同じやつだろこういうやつもいいけどな会社とかに置いといたら1回って打ち合わせの前にあこれは汚れが見える口内洗浄固めてオフあこういうのいいねこういうの職人ってやっぱ気になるんちゃう仕事終わりに結構飲みに行ったりするじゃんまあ今コロナでちょっと厳しいけどだろ、はい、車にこういうの乗せるのもいいかもしれんなはいあ大丈夫ですはいそれでは結構いろいろ買ったね、はい、5000何本だったっけ、はい、5000何本だな1個だけお前フレグランス買ったけどこれが高かったんちゃうん言ってこれでも本当にいい匂いだった、まあ、これ俺理想だな女性につけてもらえるなはいで、まあ、男としては、まあ、メンズ社長のお口が臭い説に、ね、この距離で、はい、この距離で喋ったら匂う
なんて言ったらいいの。まあ一定視聴者は企画だけな、これは。くせえくせえとかコメント入れてくんじゃねえぞ。ネタだぞ。ボディークリームとかね、まあ、いろいろ話して、まあ、ついでに酒行くからということで、まあ、いろいろ買ったんですけど、はい、なかなかこういうね、職人さんってそういう機会ないと思うんですけど、はい、これもハンドクリーム、まあ、ハンドクリームちょっと年金になって本当そう変わんかもしれないけど、俺も人生初ハンドクリーム、まあ、とりあえずお試しでこれ300円ぐらいだったっけで、これがなんか本当重曹入りかなんかでそのニキビ跡とかそういうのも綺麗になるよみたいな、はい、うん、もので女性ものじゃなくて男性ものがあったで、これ男性ものと歯磨きのなんかあれだな。ざけんなお前。でこれあの本当にこれはねめちゃくちゃいいと思う。俺なんか知り合いがやってるの見たことあるけど、本当に塗るだけで全部脱毛できるんだな。はい。その代わりあの永久脱毛じゃないからまた生えてくるよ。でこれがお口のクチクチだな。うん。でなんか色かなんか変わるから分かると。いうのをまあいろいろ買いました。ちょっと今日はね、はい、まあ職人さん向けのなんかちょっとあれ。変わった動画になっちゃいましたけど、求人サイトって今作ってるんですよ。でも本当に500社超えて、もうとりあえず今もう無料でやっちゃおうかな、そのままと思ってます。で次回のアップデートの時にはちょっとまあもっとサービスを増やして有料化しようかなと思って、職人さんの方ね、もう今会社は本当にどんどん増えていってるから、はい、500社600社って増えていってるからいいけど、そうそう、で、はい、個人さん、はい、個人さんっていうか働き手で自分の会社が納得しないようになったら、今本当にねそこも無料で求人出してるから、個人事業主で1人2人3人ぐらいのところでも全然出てるから、はい、なかなかそういうところって求人出てこないところじゃん。そうですね、うん、だからそういうところがどんどん出してくれてるんで、あの家の近くとかにあったらねチャンスなんで、ぜひ。あと外壁とそのマッチングっていうのも、まあ、いつも話すんですけど、めっちゃいいアイデアで、本当にまあ普通業界がまあ 10% から 20% っていう業界をもう本当に 3% から 5% ぐらいが、うん、まあ最高だな、 3% 5% 以内にできたら、はい、でその分やっぱり人が介在しずに一般の人と業者がつながる、本当業界はずだと思う。業者一覧がもう名前も全部出しちゃうから、はい、その代わりそこにも直接来るのはもう無料でいけるぐらいのものを作って、そのマッチングの世界を今度本当に塗り替えたのかなぐらいの、もうこんなことで高い金取られるんじゃなくて、うん、まあそういうものをすごい安く提供できるのは、まあ、YouTube でこうやってね視聴者が見てくれて、業者登録がうちは無料でいけるから、はい、だからインセンティブはすごいある、強みがあるから、で一般の人も行ってすっごい見てるから、外壁塗装って検索すると YouTube 出てくるから、はい、だから広告宣伝費っていうのを限りなく抑えて、はい、いいものを提供できればなと思ってます。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お口の匂い、フレグランス、おい笑い声入れてくれよまたアンチ役だろお前が笑い声入れんとは登録お願いします。